は、11月15日木曜日、時刻は午前6時39分、外気温6度。はい、まあお分かりかと思いますが、こんな平日になぜバイクに乗ってるかというと、はい、久しぶりに有給いただきました。今日はなんと、川崎ワールドに行ってみたいと思います。はい、まだ7時前だと、この岐阜のね、岐阜市街もう全然車通ってないですね。もうね、劇場通り、映画館がね、この奥入っていくとあるんですよね。いい流れ川、やっぱこういう朝の景色っていうのはいいね。空気が澄んでてね、すがすがしい。はい、今ね、国道21号線を走ってます。まあ、ここはね、まあ、岐阜の中ではもう幹線道路なので、こう見ますわな。みんな朝早くから仕事なんですよね。まあ、かくいう私もですね、昨日ちょっと会社の診療所でね、産業医さんの面談があって、まあ、そこで一日中ファイティングポーズ取っとると倒れますよって言われちゃったもんですからね。はい、ここがね、まだオープンしてませんけど、グルマンっていうパン屋さん、たるいのパン屋さんですね。ものすごいなんか有名みたいですよ。僕ら子供の頃なんかは本当にもっとこじんまりしてて、本当にそこら辺の町のパン屋さんみたいな感じでね、だったと思ったんですけどね。今なんかもうなんか建屋もちょっと増築したのかな、駐車場もね、向かいにも作ったりとかして、ものすごいなんか人気みたいですよね。まあ、何がいいのかちょっと僕にはよく分かりませんけど、まあまあ人気のパン屋さんですね。まあこちらの方までお越しの際はぜひ一度お立ち寄りいただいてはいかがでしょうか。ういふい、舞原インターですわ。こっから高速に乗ります。はい、しばらくね、てかまあこっから先はほとんど高速道路ですね。はい、多賀のサービスエリアです。ちょっとここでコーヒーブレイクやな。多賀のねサービスエリアでコーヒーブレイクでした。すごいおしゃれなサービスエリアでしたね。綺麗なとこでしたよ。セミマルトンネル、セミマルといえば皆さんおなじみのこれやこの行くも帰るも別れては知るも知らぬも大阪の席じゃなかったっけ。俺は何や、百人一首マニアか。最近の人ってどうなのかね、百人一首とかってやるんですかね。僕ら小学校の時とかはね、百人一首クラブとかちゃんとあってね、授業でもあったのかな。でみんな覚えれへんもんで、なんか1個だけは自分のフェイバリットを作ろうと言って、でそのダントツに一番人気やったのがこのセミマルやったと思うんですよね。桂川、吹田、吹田川コンドルっていうね、まあうまいこと言わんでもええんやけど、
はい、桂川パーキングエリアに寄ります。そうそう、こんな感じだったね。はい、桂川パーキングエリアでした。はい、大阪府です。あ、なんか見えてきた。なんだあれ、あれ大阪万博系の花。あ、ここ前この下の道通った、あのあそこ四国行った時。はい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 、あ、あそこ行くと思っとったら違うんだ。はい、神戸の方向かってきます。しかし我ながらね、すごいと思うわ、一人でさ、こんな200キロ以上離れたところにね、日帰りで来て。まあ何よりすごいのはね、こいつだよね。こんなところにもね、いとも簡単に連れてってくれるからね。全然疲れないしさ、まあ全然って言ったら嘘になるけど、だけど非常に楽ちんだよね。ああ、なんか神戸感があるね。やっぱね、横浜と神戸は日本の中でもね、おしゃれな街とされとるんじゃないですかね。違いますかね。僕の中では勝手にそう思い込んでますけど。いや、すごい都会だ。神戸感満載じゃん。あー、いいな神戸。なんじょう、あれ一番上何、あれヘリポートもしかして。すげえな、下降りるのめんどくせえもんでヘリで出勤するのかな。すごい。ただね、もうね、高層ビルとかね、橋とかね、高い建築物とかを見上げるとね、フラフラってくるんですよね。そういうのないですかね、皆さんね。怖いんですよ。高いところが怖いんじゃなくて、高いところを見上げるのがなんか変な感じがするんですよね。すごいね、高層ビル、高層マンション。岐阜にはこんな景色ないぞ。あ、駅前に1個だけ47階建てかなんかのあれがあるぐらいか。あ、これは何や、モノレールかなんかか。キョロキョロしすぎや、田舎者やと思われてもわけ。さあ、ここの出口で降りますよ。京橋、三宮、元町、右方向。どこじゃい、これ右行けるのこれ。